今回で全3回のラストね。今回は何するの？今回は、丸6の3号突撃歩兵砲、丸7の 10.5 センチ突撃榴弾砲42型、丸8のブルムベアだぜ。まず6からね。今日はどんな感じになったの？こんな感じだぜ。なんとなく、数字が統一されていたり、似ていたりしていて、そこまで気にならないわね。強いて言うなら、高さが2種類あるぐらいね。ベンチレーターという、排気をするところがあって、そこが含まれているかいないかだと、個人的には思っているんだが、車両には72分の1の前面と側面からの図があるんだが、他の車両のも見ているうちに、定規で測って72倍にした数値とカタログスペックの実際の長さが微妙に合わなかったりして、まだなんとも言えないんだぜ。そこは、まあいいわ。あと、どっちも最大走行圧が80ミリっていうのがすごいわね。丸6は、前面80ミリ、側面50ミリ、後面15ミリ、上面10ミリ圧の走行板を溶接した箱型の完全密閉式戦闘室で、搭載された砲は、15センチ重歩兵砲 SIG-33B とか15センチ SIG-33 の1重歩兵砲と書かれていて、仕様によっては 33B 突撃歩兵砲なんて書かれ方をしているぜ。確か前回の時にスターリングラード戦に投入されたって言ってたわよね。最初に作られた12両はそうなんだが、後に作られた12両は、1943年8月からのソ連軍の火器攻勢に対して防衛線を展開し、最後の3号突撃歩兵砲が全損失したことを、第23機甲師団が1943年10月に報告しているんだ。作られた数が少ないと、グリレみたいにはいかないわね。お次は？次は丸7なんだが、実は、1299両も作られたんだ。そんなに作られたの？丸1から丸8の生産数の量を作ってみたぜ。ブルムベアよりも多いし、この中ではぶっちぎりなんだけど、実は、丸6も、丸7も、3号突撃砲の非修理車両を有用して製造されていて、丸7も最初の12両は有用した車両を使って作られたんだが、そのうちの9両がスターリングラード戦に投入されて、最後のまとめ的な書かれ方でもって、榴弾威力によって特に対歩兵制圧に効果を発揮したと書かれているから、そこを買われたからだろと思うんだが、価値ある兵器であることを考慮して、新型生産車 C を有用しての量産が決定したんだ。ヒトラーは、特に砲の取り付け高さが 1.55 メートルしかない低い姿勢が痛く気に入ったみたいだぜ。丸6はどのぐらいだったの？資料の図を元に計算してみると、1.8 メートルだぜ。やっぱり、突撃砲スタイルは背が低い方がいいのね。しかも、エスペの時に、確かに2号戦車と4号戦車で試してみて、2号戦車の車台が選ばれたって言ってたから。4号戦車の車台は、対戦車砲のような強力な砲を乗せる方に譲って、歩兵支援をする突撃砲スタイルは、エスペの時は2号戦車の車体を延長しているから、そういった意味でも、10.5 センチ榴弾砲を搭載する上での車内スペースや操作性の確保を考えると、3号突撃砲の車台で、しかも丸7は密閉式の戦闘室だったから、結局、3号突撃砲が対戦車スタイルになっていく中での歩兵支援は、10.5 センチ榴弾砲を搭載した丸7が、現場のニーズに適していたのかもしれないわね。そして最後は、丸8のブルムベアだぜ。どんな感じなの？こんな感じになったぜ。気持ちがいいぐらい、数字がほぼ揃ってるわね。生産数では丸7に押されている感じではあるけれども、市街地での歩兵支援を目的として作られたにもかかわらず、市街地戦ではなかった初陣の北出れ作戦でも、その15センチ砲という強力な火力で陶器か潰しに威力を発揮し、市街地戦闘でも、その100ミリという走行圧を活かして歩兵の盾となったり、カルダン砲火と呼ばれる独特な球形砲火2砲が搭載されたことにより、高い仰角を取ることができ、高い仰角ということは、少し離れたところから、放物線を描くようにってこと。コンクリートやレンガでできた建物のどこに敵が潜んでいるのかわからない中で、敵の攻撃に頼るだけの重装甲で、歩兵の盾となり、かつその少し離れた建物自体を破壊することができる強力な火砲を持ち、破壊することでそこに潜んでいた敵を無力化し、歩兵と足並みを揃えながら市街を動き回れる突撃戦車。それが、ブルムベアだったんだ。歩兵支援に関しては丸7に押された感じがあったけれど、確かに丸7と比べると生産数は少ないんだが、スターリングラード戦で投入された、丸6の3号突撃歩兵砲とともに、市街戦でのニーズが高かったんだ。10.5 センチ砲ではできない役割をちゃんと担っていたのね。なんだか見直しちゃったわ。そんなブルムベアなんだが、実は、戦場で放棄されて捕獲されたものを調査した、連合軍情報部によって命名されたものなんだ。ドイツ軍が付けた名前じゃないのね。実際には対戦中のドイツ軍将兵は本社を、発音はよくわからないんだが、スツパ、ドイツ語で、ぶっ飛う、の意だが、正式名称のスプルムパンツァーの略称にかけたものでもある、の通称で呼んでいたらしいんだ。しかも、1943年の4、5月で作られた初期型、生産が再開された1943年の12月からの中期型、
そして大きく仕様を変更した1944年4月からの後期型という分け方も、ドイツ軍はこのような区別はしていなくて、構成の研究家によるものなんだ。そうなのね、なんか、簡単な見分け方はあるのかしら。まずは初期型だぜ。何か特徴はあるの？操縦席前面に、視察バイザーがついていて、戦闘室の側面の装甲板が、2枚でできているぜ。そして、中期型なんだが、初期型と同じく、戦闘室側面が装甲板2枚でできていて、本当は、視察バイザーに代わって、ペリスコープがあるはずなんだが、どこかに行っちゃったのね。こんなやつがあったはずなんだ。なるほどね。そして、後期型なんだが、表面にピンメリットコーティングが施されていて、中期型にも、されていたはずなんだが、ピンメリットコーティングって、敵の歩兵が、肉薄攻撃でもって、磁気を利用した、戦車に直接くっつける地雷のようなものがあって、確か、いつかの回で言ってたわよね。このコーティングを施すことによって、くっつかないようになっているんだが、これは1944年10月以降は廃止になっていて、後期型の途中からは施されていないんだ。それじゃあ、中期と後期の明確な違いはないの？初期型、中期型では、車内に副武装として搭載されていた機関銃でもって、ハッチや戦闘室の左右斜め前方や側面、後面にあるピストルポートから発砲していたけれども、後期型では、ボールマウント機銃が新設されているんだ。なるほど、わかりやすいわね。それと、戦闘室の横幅が目いっぱい取られていて、戦闘室側面の装甲板が、1枚板構成になっているんだ。つまり、ボールマウント機銃と、横幅を目いっぱい取って、側面が1枚板になったのね。そういうことだぜ。これで、一応全3回分が終わりなのね。もっと細かいところを見ていけば、まだまだあるんだが、それはおいおい見ていくことにするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。